皆さんからちょっとメールをいただいておりまして、ラジオネームトゥーパンプさんからです。あーちゃん、昨日の追い上温泉トネふるさと風の祭りお疲れ様でした。車で行ったので地酒の試飲も生ビールも地元リンゴのシードルのも飲めませんでしたが、地域のおばちゃん手作りのおむすびを買ったんです。ちょっと強めの塩味と具材の梅干しがスーパーやコンビニのおむすびと違い、猛烈な暑さの中でなっからうまかったです。地域のお祭りならではのごちそうでした、ということで、あー、テパブさんありがとうございますね。あの、私もゴールデンウィーク、あ、間違えました、お盆休み期間はですね、はい、あの、たくさんいろんなところでイベントさせていただいたんですけど、ラストは追い上温泉の方に行ってきましたね。沼田のインターチェンジから20分ぐらいですかね、山の方に登っていくとね、追い上温泉のね、施設がたくさんあるんですけれども、そこでね、まあ、小さな、まあ、地域のお祭りが行われましたね。花火も上がったということなんですけどね、そこでライブを2回ステージやらせていただきまして、私もね、美味しい食べ物いただきましたよ。ですね、舞茸のお弁当とか、あとは鮎の塩焼きですかね。子供たちがお魚のつかみ取り体験とかがあってね、ね、それをその場で焼いて食べるっていうのもあってね、あの、おにぎりではないんですけど、こちらの鮎もとってもね、塩気が強くってね、熱中症対策になったなと思うぐらいね、もうベロが痛い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 っていうぐらいしょっぱかったんですけど、すごく暑かったのでね、これは塩分チャージになりました。でもね、本当に、おばさまとかね、おじさまとかが、温かいね、手で一生懸命作ってくださるね、そう、地元の料理だったりとかね、その土地でしか味わえないものがたくさんやはり売っているのでね、県外の方から来るファンの方とかもね、とても楽しまれていましたよ。で、もちろんね、群馬県内でも行ったことないよね、温泉地とかもありますからね、県内の方も、あ、ここが追い上温泉なんだ、初めて来たんだよってね、いう方も多かったのでね、こういうことがあるといいですよね。まあ、追い上温泉は、蛇、神様、はい、蛇の神様が日光の神様ムカデと戦って、で、まあ、ムカデがですね、蛇に向かって矢を放ったと、その矢が蛇に刺さった、蛇大ダメージですよね。ただね、どうにかして自分抜いたそうなんですよ。で、抜いてその矢を地面に刺したら、そこから、まあ、お湯が湧き上がった、それで追い上温泉が見つかったと言われているので、蛇のおかげで、はい、追い上温泉ができたと言われているのでね、こう蛇の、こうなんていうんですか、蛇みこしっていうのがあって、蛇をね、担ぐんですよね。あ、沼田天狗みこしとかもありますけど、追い上ね、こう蛇を担いで、子供たちがね、担いでる姿とかもあって、あ、地域温かいな、いいな、なんて思いましたね。トゥーパンプさんも来てくれてありがとうございました。